うも関西クラクラクラブのコミです、さて本日はタンホール12からね、お届けはするんですけども、お話の内容的には、10とか、11の、突破兵器をね、使えるタウンホールの方だったら、非常に参考になる、テクニックなんじゃないのかなっていうふうに思いますので、ぜひね、12以外の方もご覧いただければなというふうに思うんですが、ですね、見てもらいたいのはこちらです。こういう配置ですね。多分よく見かけることもあるんじゃないかと思います。当然前回対策ではないので、普段のね、ハイレベルなそのクランレベルの方々だとあんまり出会わないかもしれないんですけど、私たちはレベル17ですけどね、相手も17なんですが、出会いました。普通に対戦でね。で、何がポイントかっていうと、これです。ここ中央のギガテスラのところ、これですね。完全にこう、完全孤立してますよね、あのギガテスラが。で、そうすることによって星1を取らせてやろうと、いう意図のある配置だということなんですけども、これがね、実はモルハの剣もいいところで、なかなかね、なんていうんだろう、事故ってしまうとどうしても星1個になっちゃうんですが、今回ねご紹介する方法を使えば、まず間違いなく、星2は取れるかなと。で、この配置の特徴って、黙っていてもホグライダーとかバルーンがこうね一方通行に流れるっていうところなんですよね。なのでそこをねうまく使って、今回私ホグライダーをこう回してますけども、中心部を落としながらホグライダーを使って外周ぐるっと削っちゃう、こんな風な方法をすれば難なくですね、こう星3まで持っていきちゃうっていう、そういう特徴のある配置なので、それをね、ぜひぜひ今回は皆さんにお伝えしたいなというふうに思って動画を撮っているというところになりますね。で、そう話しているうちにですね、もう重要な部分はすべて、通り越しましたちゃんと解説するよって話なのかもしれないですけど、今回はね、まずこの1本目は、動画の様子をお話ししながら、もうおそらくね、見ていただいて、ああはいはい分かりましたよという方はですね、この、2本目っていうのは飛ばしてもらって、3本目の動画にもし動画3本目のアタックに飛んでもらえたらというふうに思うんですけども、あとはもう早送りしますね。簡単に言うと、中心部に突破兵器を流し込んじゃえばどうってことないですよというね、お話になります。当然周囲の防衛施設と中心部の位置関係にもよるんですけどね。で、ちょっとね、この2本目はよくよく解説を入れながら見ていきたいというふうに思います。で、一番最初、私ね、この6時方面から狙ったのは、ちょっと大きくして見てみると、相手の、ホグライダーをね、回す上での厄介な施設っていうのが、みんな6時に集合してるんですよね。これ、防衛援軍、アーチャークイーン。で、あと、ここに今ちょっと、倒しちゃいましたけども、ここですね。ボムタワーもここにありましたね、1個。こういう風に。で、ここもボムタワーがあると。いうことで、この辺をね、ガサッと、最初ヒーローパートを使って削っちゃえば、どうってことないかなっていうふうに思ったところです。で、これね、クイヒを、使ってもいいんですけど、私がそうしなかった理由っていうのは、意外とね、この壁際のところ、今、ちょうど、ペッカーじゃないな、キングかながいるところかな。もう一回見てもらえば分かるんですけど、この辺にね、なかなか高火力の施設がこう、いっぱいあったんですよ。なんで、そこに下手にこう、クイヒーを入れ込んじゃうと事故るかなと思って、今回はやめました。で、これですね、今見てもらってる通りバスターをこういう風にがっつり中にこう食い込ましていってしまえば、今これでギガテスラ起動しましたよね。で、当然中にバルキリーをしこたま入れてます。で、フリーズで、ギガテスラの攻撃を止めて、でレイジを使って一気に殲滅すると。でね、バルキリーって足速いんで、レイジをこうね、使ってあげると、ギガテスラの爆破ダメージ、走って回避しちゃうんですね。なので、それを食らうことがあんまないっていうのが、非常にバルキリーをね、中央部に送り込む場合っていうのの、メリットかなと思います。で、ホグライダーに関して言えば、今回この配置ね、私、
ここをこう見事にっていう自分でもなんですけど、こう分断しましたよね、こう全部今最初のヒーローパートで。そうしたことによってこっから出したホグがもうずっとこういう風に流れざるを得ないようなあの感じのルートをね、もう自然と作れてしまったっていうことですね。今見てる通り6時がカットしますんで、どう考えてもね、これホグライダーがこっちからこういう風に流れるってことはありえないですよね。ここまでこうカットしてればね、これはもうありえないので、絶対にこっち側にこう流れてくれるということを確信できる。まあね、こういう中央を孤立させるようなこういう配信の場合っていうのは簡単にホグの回すルートが作れちゃう。まあ冒頭にも言いましたけどね。なのでがっつりとある、一区画をヒーローとか使ってカットしちゃって、真ん中にはバスターに乗っけたバルキリーを流し込む。で、レイジとフリーズで、殲滅しながら、周囲はもう一方通行にしか流れないホグライダーにヒールを当てながら、トントントンと、進んでいけば全然怖くないですよ、と、まあ、いうような、お話ですね。ぜひぜひね、この部分、非常に使えるポイント多いと思うので、参考にしてもらえたらというふうに思うんですが、このちょっと前の動画でゴンベイさんがね、私の話ちょっと変わりますけどね、ゴンベイさんっていううちのクラメンが私が見事にこけたような配信っていうのを非常に綺麗にね前回撮ってくれましたっていう動画を上げたんですけども、今回はその逆パターンになりまして、ゴンベイさんがね同じ配信だったんですけども、これ見事にちょっと相手の見事にっていうと失礼かな、残念ながらね相手のその策略にはまってしまって星1になっちゃったんですね。で、それがどういうパターンでなってるかっていうのを、今日は見て、動画を終わりにしたいなというふうに思います。攻め方としてはですね、ゴンベイさんこれクイーンヒーからのペッカボーラーで見てますね。で、こっからクイーンを、こんな風にかな、歩かせていって、で、中央にこうペッカとボーラーを入れていくと。で、この部分っていうのはライドラを使ってカットしていきます。ここですね。ライドラ。こういうようなプランニングになってます。なんですけども、ちょっとね、その思惑が何点かずれてしまって、前回まで持っていけてないんですけども、まあ、そのね、ずれてしまった要因っていうのもちょっと見ながら、この動画ね、最後締めくくってもらえたらなというふうに思います。で、ここ、まずですね、バスターが金庫からに捕まっちゃって、クイーンがここから逆走を始めますね、こいつ。まずこれが1個目の誤算です。クイーンが完全に逆走しちゃいましたんで、ヒーラーがここにあるマルチ相手に焼かれちゃいますよね。で、さらにボーラー出し、これもみんなこっちに逆走しちゃいます。なんでかっていうと、バスター、こいつですね、壁開けるタイミングちょっと遅かったんですよね。なんで、壁の外にまだ施設が残ってたこともあって、そっちにね、ボーラーが釣られちゃった。なんですけども、片鱗を見せてるのがこれです。ここ。今ね、ウォールバースターの中からペッカとアイゴレが出てきてるんですね。そいつらがレイジに乗っかって、あとまあフリーズも1個使ってるかな、相手のイーグル砲と、この辺にあったテスラ数本をへし折ってますよね、まあ、だからそういうことなんですよね。中央にユニットを入れてあげればこんだけドラゴンとかに集中砲火されたとしてもなかなか仕事してくれるんですよ。なので、まあ、相性ってのがありますよね。今回の、まあ、こういうテスラ と、ギガテスラぐらいだったらバルキリーと、まあ、フリーズレイジっていうのが非常に相性いいと思うんですけど、そういうね、相性のいいユニットを中心に流し込んで開けさえすれば、真ん中は見事にこう落とせて、あとはぐるっと周りをね、回ることによって前回まで持っていけるという格好になるので、ぜひぜひね、この発想は覚えておいてもらって損はないと思うんで、ご参考にしてもらえたらなというふうに思います。ここまで言ってますからね、2つのクイヒーとボーラーがそれぞれ揃えちゃったにもかかわらず、ここまで破壊率が伸びるので、まあ、なかなかね、外周を回ることに関しては、難がない配置だと。いうのが分かってもらえるんじゃないかなというふうに思います。どうでしたかね？本日は一応ですね、この辺りで失礼したいというふうに思いますが、よろしければね、皆さんぜひこれ試してみてください。そして、グッドボタン、チャンネル登録、今後もご視聴のほどどうぞよろしくお願いいたします。ぜひね、関西クラクラクラブにも、遊びに来てもらえたら、幸いでございます。はい、では本日は失礼いたします。バイバイ。